こんにちは、ネタフリ社長の佐藤翔です。ちょっとですね、最近 YouTube の更新が、滞っていたんですけど、また、再開したいと、思っています。でですね、今回皆さんに、まあ、ご紹介したいものというか、実はですね、最近僕、新しい資格を取ったんです。その資格が何かというと、こちらです。はい、見えますでしょうか？こちらはですね、食品衛生責任者という、養成講座を受けると、取ることが、できる資格なんですけども、こちらですね、まあ、ご存知の方も多いのかなというふうに思うんですけど、飲食店だったり、食品の、まあ、加工メーカーさんの場合、会社というかお店の中に、まあ、最低でも必ず一人は、いないといけないという、ものなんですけど、皆さんね、YouTube をご覧いただいている方は、なんとなく、もうわかると思うんですけど、まあ、洗濯では、まあ今、キッチンカーだったり、まあ、サンドイッチ専門店だったり、まあ、飲食に携わる事業を、まあ、今展開しているところなんですね。で、その中で、僕もですね、この食品衛生責任者を、まあ、取っておいた方がいいなというふうに考えて、ちょっと今回撮らせていただいたんですけど、皆さんになんでこの動画を撮らせていただいているかというと、ただ僕が食品衛生責任者を取ったんですっていう話ではなくて、これね、皆さん知ってるかどうかわかんないですけど、整理させていただくと、この、食品衛生責任者っていうのは、1日で取れます。で、1日で、講座を受けに行って、まあ、朝から夕方まで、講習を受けて、で、最後に、小テストを行って、取れるものなので、まあ、だいたいね、皆さん、よっぽどのことがない限り、落ちることはなく、取れるものなんですけど、ただ今回僕、まあ自分がこの、衛生責任者を取ろうと思った時に、朝9時とか8時から、夕方の、まあ4時、5時まで、ずっと拘束されるっていうことで、自分のね、その、まあ体というか、体力が、まあ、持つのかなとか、まあいろいろ考えて、取れるかな、どうかなっていうふうに、ちょっと悩んでたんですよ。で、悩んでいたんですけど、すごい自分が持っているなっていうふうに思ったのが、なんとですね、皆さん、令和3年から、この食品衛生責任者が、現地での講習会だけじゃなくて、e-learningで行うようになったそうなんです。で、今回僕も、この、食品衛生責任者、e-learningで、取らせていただいたんですよ。知らない方って多いんじゃないかなっていうふうに思ってて、この中で、この e-learning とか、そういうものが、だんだんと、まあ、スタンダードになり始めていった中で、今、自分が取りたいって思った中に、e-learning が始まってるんですよっていうふうに教えてもらった時に、やっぱり今ね、流れが、でのかなっていうふうに思ったんです。やっぱり僕みたいに、まあ、障害持ってる方で、食品衛生責任者、興味あるかどう、どうしようかなっていうふうに、まあ、言い慣れであれば、まあ、自分の体力とかに合わせて、ちょっとずつ、動画を見てあれば、取れるふうになっているので、ちょっと今日は皆さんに、食品衛生責任者が、言い慣れるので、取れますよっていうふうに、情報提供を動画とさせていただきました。もちろんね、まあインターネットで皆さんのお住まいの、まあ都道府県がちゃんとそれを対応されているかどうかっていうのは確認していただきたいんですけど、僕がね、インターネットで、まあざざっと見た限りでは、大体の都道府県では今始めてたり、準備段階に入っているそうなので、ぜひね、障害を持った方でも、まあそういった飲食に関わっていくっていうことが、まあしやすくなっていってるのかなというふうに思います。でですね、はい、僕も、講座をね、終わったので、こういうプレート。まあね、ちょっと名前は書いていないんですけど、これに、佐藤修っていう名前を書いて、これは、サンドイッチ専門店、
サンドの方に、かけておきたいなというふうに思っていますので、なんかね、これ嬉しいね。その時に佐藤がいいランニングで撮ったんだなというふうに、ちょっとね、思い出してもらえたら嬉しいなというふうに思います。はい、それではですね、今回は、僕、ネタ編社長の、佐藤様が、初回衛星確認者を撮りましたよっていうことと、いいランニングで、情報出せるようになったという、情報通報の、動画を撮らせていただきました。またもしね、この動画が何かの役に立ったと思う方や、面白いなと思った方は、いいねボタン、そして、チャンネル登録、お願いいたしますと幸いです。では、今回のサブチャンネルは、これで終わりたいと思います。今日も皆さん、お疲れ様でした。